エキシビションゲームドジャース後の2韓国代表。2024年3月18日韓国、ソウル。写真、スタンドで観戦する大谷翔平の妻、マミコさん。薬指には指輪が切られ、ドジャースは18日、ソウル、高クスカイドームで韓国代表とエキシビションゲームを行い、勝利。開幕前の韓国遠征2連戦を2連勝で飾った。 大谷翔平投手、29はサンダスウムアンダだった。ドジャースは初回2市13塁からマンシーの中全適地打で先制。3回に韓国代表に2点を奪われ逆転されたが、その直後に4番、スミス、5番、マンシーの2社連続適地2塁打で再び試合をひっくり返した。7回にはテイラーに右声ソロが飛び出し、韓国代表を突き放した。 投げては先発、ミラーが5回2失点と試合を作ると、2番手、ストーンも高騰した。大谷は初回虫2塁の第1打席で三者比に倒れると、3回虫1塁の第2打席も左比、4回2市1塁の第3打席は2頃に倒れ、3打数無安打。前日17日のキウム戦も2打席連続で空振り三振を喫しており、 韓国入り後は5打席無安打で開幕を迎えることになった。米国でのオープン戦は8試合に出場して打率1500、2本塁打、9打点、1盗塁と好調をキープしていただけに20日のパドレスとの開幕戦での活躍が期待される。